ラジオネームテンダーロインの涙さんからです。ずっと行ってみたかった丸源ラーメン、ラーメンさんね、うん、A ランチを見てさらに行きたくなって上司と行ってきました。わ、会計時上司が1034円ねと言った言葉に対して細かいお金がなかったので1000円を出して、あ、私1000円出すんで残り出してください、割らなくて大丈夫ですと言って上司に細かいお金を出してもらい、一緒に会計に行って預かったお金を店長さんに渡しました。店員さんが2068円ですと、私、え、店員さん2円のお釣りです。お釣りを受け取りながらやっと理解できた時には冷や汗が出てきました。上司は割った金額を言ったのに合計だと思っていた。意味わかりますか？わかるわかる。1034円が総計だから2人で割って、まあ、500円ずつぐらいで会計ね、と思っていたのはテンダーロインの涙さんだけで、実際は2068円かかってるので1人当たり1034円出してお会計ぴったりね。なんて失礼なことをしでかしてしまったんでしょうか。すぐに謝罪をし、明日お返ししますとお話をすると、いいよ大丈夫だよと笑ってくれました。が、笑顔が少し怖かったです。おバカな私をお行きなさいしてください。大丈夫よ、これはね、良くないですね。でもほら、どっちが良くないですね。これはもう両方良くないと私は思いますよ。テンダーロインの涙さんも合計ですかって聞けば済んだ話だったし、上司も1000円で怒っちゃいかんってなる。私は、うん、私が上司ならマリが上司だったらおごる。あーもうおごるよ全部、うんうんうん、おごる。マリが上司ならおごる。今上司の方みんなに言ってる。株も上がるし、え、いいんですかってなって、なんかポイントも上がるさ。でも自分の得になるよ。つい最近からおごる立場になった私から言わせたら、おご、うん、ったらタイガ先輩おごってくれたってよそで言ってほしい。言う何が言う。いや上司じゃない、上司じゃないさなんてね。面白くない。しい上司じゃなくてマリ言うよタイガ。ちょっと意味合い違うわけよ。そしたら普通に相方だからおごったっていうね、その時ね、なんかおごってあげた気持ち的な話でしょ。奢ってくれる上司っていう肩書きが欲しいわけよ。だから奢るわけ。心狭っ。危な、全部言うとこだった。危な、全部言うとこでしたね。でも危ねえ。でも本当に上司でこうやってご馳走してくれる人って、うん、とってもポイント高いよね。ね、うん、率先してそっちに行こうとする、うん、心が広いなとかいい人間だなって思われたいから、うん、ちょっとなんかこの人のためにあれ、どう止まんないんだけど、どうしよう。マリはほらこっち側だから怒られてる側からさ、うん、でもこの人のためちょっとできることあればやってあげたいって思うもんね、うん、思うよね。だから上司の皆さん怒ってこう。そっか、うん、で後輩の皆さん仕事のモチベーションにもつながる。怒られたら言っていこう。あ、そうなんだ。ちゃんとじゃないと怒った意味がない。 SNS ああそういうことではないんだけど、怒った意味がないなと思う人もここにいる。好きなところの一つ、うん、鎌田と沖野に言ってる今。二人にだけ言ってるから今、うん、後輩二人しかいないから私は。そうね、うん、じゃああやちゃんもひろむも言ってこう。 SNS で拡散ね、拡散、うんうん、面白いね。全部嘘ですよ。そんなことないです。はい、以上おいきなさいのコーナーでした。